Hola, ¿cómo estás? メキシコ駐在3年目の駐在妻、ロゼッタです。今回の動画は、パート1、パート2、パート3に分かれております。まだパート1を見てない方は、ぜひこちらからご覧ください。今回の動画は、メキシコの家の不具合シリーズになっております。さて、パート2では、契約書について見ていきたいと思います。ぶっちゃけ契約書、見ない。見ないのよ。てかそもそも、契約書って、スペイン語なの。ね。めっちゃ難しいスペイン語が書いてあるんで、ほとんどの方見ないと思うんですが、実際私も1年目、まあ、パーッとは読んだよ。パーッとは読んだけど、ちゃんと深くまで理解せずにいた。これすごい反省点なんですけど、個人的に思うのは、夫の会社のね、メキシコ人がさ、契約書をちゃんと確認してくれたらこんなことになってないのになとか思うんですけど、ダメダメ、人任せにしてはダメ。今回の動画を見ることで、契約書に何を盛り込んだらいいのかわかると思うので、ぜひご覧ください。まず日本から、まあ、メキシコの物件を選ぶにしても、メキシコに住んでしばらく住んで、今の家だなと思って引っ越そうとして、新しい物件を選んだにしても、どっちにしても契約書は絶対見れるんですよ。だから必ず見てほしいことがあるの。なんか言うんだよですね。今回話す内容っていうのが、まず私が気づかなかった1年目2年目のオリジナルの契約書に何が書いてあったのかっていうのを紹介した後に、実はいやこれじゃあ私にとって有利なことが一個も書いてないよっていうのが分かったので、今回3年目になってやっと契約書の内容をちょっと書いてもらいました。その内容を細かく分析していきたいと思います。最初に種明かしをすると、なぜ3年目にしてようやく契約書を変えられたのかっていうとですね、パート1でも説明してるんですけど、うちなんと2階の天井の雨漏りが2年間ずっと直ってないのよ。まあ、修理して、また壊れて、修理して、また雨漏りしてみたいな感じなので、さすがにね、これは契約違反だと。一応契約書に物件って良好な状態で受け取るって書いてあるんだけど、もう1年目の1週間目にして私たち良好な状態で受け取ってないので、いや、これはおかしいよと気づいてくれたのが、はい、そこのお向かいに住んでいるご近所さんでございます。はい、実はロゼッタ、このね、パート1で紹介した雨漏り、家の中に雨が降ってきて結構へこんでて、その愚痴をね、お向かいさんに聞いてもらってたんですよ。で、そのお向かいさんのご主人が、なんと、建築会社の社長でございまして、そのご近所さんって、まあ自分の家も持ってるし、オーナー業もしてるんですよ。他にも何軒か家を貸してあるので、その契約書を見せてくれたんですよ。そしたら、なんともわかりやすい契約書だったので、私はそれを今後参考にしたいなと思って、情報として今回まとめてあります。なので、オリジナルの契約書から、どのように私が3年目で変えたのか、そして最終的に、お向かいさんの建築会社の社長が作った素晴らしい契約書をもとに、ロゼッタが考える最高の契約書をちょっと発表していきたいと思います。まず、ロゼッタが考える契約書の大事なポイントとして、3つ挙げたいと思います。1、修理の責任は誰かを明確化する。2、ライフライン、水道、電気、ガス、通信が止まった場合、どういう対応をしてくれるのか確認する。3、途中解約の3の違約金はいくら。あ、これはね、この動画で揉めたんで、揉めたらこういう風になるっていうのを参考になると思うので、ぜひこちらご覧ください。さて、この3つのポイントを踏まえた上で、1年目、2年目のうちの契約書はどういう風になってたのか。全部は見ないですけど、物件の改善と修理についてっていう項目だけ見ていきます。実は、このポイントって3つしか書いてなかったんですね。で、これを綺麗に全部訳すことはしないんですけど、意訳すると、まず1つ目の条件は、借りる私たちは、物件を改良とか新しく建築する際は、ちゃんとオーナーに事前に同意を得なければいけない。それはわかるわ、つってね。で、その改良費は私たち借りる本人たちですよ、と。ポイント2、借りる私たちは、機能性と保存の状態が良好な状態で不動産を受け取ること。はい、これできてないからね。うち1年目からできてないからね、これ。また、物件が、例えば自然に消耗したり壊れちゃったら、私たちが修理の負担をしますよって書いてあるんですよ。ポイント3、借りる私たちは物件をいい状態に保つための修理とかメンテナンスは全部私たちが負担してくださいと。で、もちろん故意的に壊したものだったり、誰か友達が、第三者が壊したものは私たちの負担ですよと。ここの、この物件の良好な保存に必要な全ての修理って、例えばさ、天井は壊れてるじゃない今ずっと。でもこれって私たちが壊したわけじゃないじゃないですか。だからもう、この3つのポイントって、もう全然ね、オーナーが払う部分はどこなのか、
私たちの負担はどこなのかっていうのがもう全然ね明確化されてなかったんですよ。で結果的にこの契約書があるのにオーナーは全部払ってるから多分だけどオーナーは契約書をちゃんと読み込んでいないと思われる。そこで今回3年目の更新の時にもうあまりにもオーナーの修理に対する対応が遅すぎるから私たちが有利に働くように2つの条件を契約書に追加してくださいと頼みました。それがこちら、私たちはこの良好な保存状態ってところを結構具体的に書きました。保存状態、使用状況、清潔さ、まあ水関係、電気関係を完璧に満足のいく物件を受け取れるって書いてもらったんですよ。これめっちゃ大事で、結構具体的に書くのが大事らしいですね。で、そもそも私は天井をまだ受け取ってないから、これから私はオーナーと不動産に文句を言える権利がありますと。そして次のポイントがめっちゃ大事。物件の適切な使用を妨げる隠れた瑕疵の場合は、私たちがオーナーに通知をし、事前の許可を得て手配をする必要がありますと。さらに、オーナーは隠れた瑕疵である限り、通知を受けたら修復することを約束しますっていう風に書いたの。これめっちゃ大事なのよ。つまり、これからは隠れた瑕疵はオーナーが全部払ってくれるっていうのが明確になりました。ちなみに隠れた瑕疵っていうのがちょっと分かりにくいので、なんか日本の不動産のページをちょっと見てみますね。このホームページを参考にしたんですけど、この隠れたる瑕疵っていうのが、要は物件を契約した時には借主が知らなかった欠陥があって、そして借りる私たちも結構注意深く欠陥がないか見たけど、それでも見つからない欠陥のことを瑕疵っていうらしいんですね。でこれ具体的に例えばって書いてあって、例えば屋根の一部に欠陥があったため引っ越し後雨漏りが発生した。これうちじゃんってうち、そうだからそういう隠れた瑕疵ってメキシコめっちゃ多いんですよ。なのでこの隠れた瑕疵という言葉、スペイン語だとビシオスオクルトスっていうのかな、あともう一個ぐらい言い方あるっぽいんですけど、とにかくこの隠れた瑕疵の場合は全部オーナーが払ってねという条件を盛り込むのが大事っていう風に向かいの建築会社の社長さんに言われました。以上が私が今回追加した新しい文言なんですけど、この私たちのせいで壊れたわけではないこの物件のいろいろな不具合を早く直してくれって意味で、責任はオーナーにあるんですよっていうのを付け加えました。これはめっちゃ大きい。なので今回この隠れた瑕疵に関してはオーナーが全て負担するっていう文が加わったことで、これから私結構強く言えるんですね。特に天井は強く言えます。契約書に書いてありますよねと、早く直してくださいと。ただし私ね、もう一個だけ条件を盛り込みたかったんですけど、それは借主の私たちが修復をお願いしてから1週間以内に修理を始めない場合は翌月の家賃をオーナーは返却するっていうようなペナルティの文章を盛り込んでもらったんですけど、なんと、まあ結局夫の会社が不動産とオーナーと契約してるので、この文章に関しては、夫の会社がですねダメって言ってきました。はい、こんなねペナルティなんか書いたら、もしかしたら家出ていけなんか言われたらさ、たまったもんじゃないからと。いやいやいや、もうちょっと強く言おうよと思ったんですけど、今回はですね不動産に通す前にうちの夫の会社に断られてしまったので、本当はその条件を入れたかったっていうか、ただ夫の会社がさ面倒くさいだけじゃないと思ったんですけどね。というわけで3年目にしてやっと私たちに有利な契約書が出来上がったんですけど、実際近所の人に聞いてみると、契約して3年目ぐらいの中途半端なところでお金が動くような契約書の変更は結構難しいと。だから例えばペナルティとしていくらオーナーは支払うみたいな条件っていうのは、契約する1年目の一番初っ端の契約書に入れるのが一番いいよって言われました。そこでここがメインポイントでございます。今回私の反省も踏まえ、正面に住んでいるご近所さんの契約書をちょっと参考にさせてもらって、もちろん許可を得て参考にさせてもらい、そして他の友達ね、駐在妻ちゃんの契約書も参考にしながら、これもちゃんと許可を得ました。一番いい契約書というのを作ってみました。これはですね、主に修理に関する責任関連の契約書だけお伝えしていきます。まあ他はねほとんど一緒なんで、契約書の内容っていついつまで契約とか、まあそういう系なので、日本人にとって一番大事なのは今から言う3つです。これはあくまでもロゼッタが考え出したものです。はい、実際に皆さんの契約書に盛り込めるかという保証はないんですけど、これがあったらかなり安心というのを紹介していきたいと思います。まず1、修理の責任は誰、支払いは誰を明確化する。
で、そのパートを3つに分ける。隠れた瑕疵、自然消耗、故意的。故意的はほとんど書いてありますけどね。これを誰が払うのか明確にする。2、ライフライン、水道、電気、ガス、通信が止まった場合にオーナーへのペナルティをはっきり書く。3、途中解約の際の違約金はいくらで、更新の申告はいつまでにしなきゃいけないのか、これを明確化するっていう3つのポイントを網羅した契約書の内容をスペイン語も含めね、参考にしていただきたいので、ちょっと発表していきたいと思います。まず、借りる私たちに対してのオーナーの責任。借りる私たちはオーナーに修理の必要を通知する必要があり、オーナーがこの義務を遵守しない限り、だから修理をしない限り、オーナーが修理しない限り責任が生じます。これめっちゃ大事、これ書いておいた方がいいですよ。責任があるよっていうのははっきり書いた方がいいです。で、二つ目なんですけど、まあ大体家賃に光熱費、水道、ガス、電気とか含まれる物件が多いと思うんですけど、まあそれがどこまで、いくらまでだよっていうふうに書いた後に、この項目を入れてほしいです。はい。月々の維持費が正常に支払われなかった場合、オーナーは借りてる私たちに違約金として家賃の1ヶ月分を払います。これね、結構いい条件だと思います。これは何で入れたかっていうと、私の友達がですね、水道が結構止まったのかな。で、それはなぜかというと、オーナーがね、その水道代を払わないとか電気代を払わないことによって水道電気が止まっちゃうわけよ。でもそれってさ、契約違反なんですよね。その支払わないことに対してペナルティがないと、まあ支払うのを忘れるオーナーってどんどんそれを続けていくので、私たちにとって非常に不利なので、まあどんなオーナーに当たるかはわからないですけど、ちなみにうちのオーナーはこの光熱費の支払い忘れはないんですけど、ただ対応が遅いだけね、修理の。このね、1ヶ月分の罰金があるよというのは結構おすすめです。で、これさらにオプションなんですけど、IKEA の人の場合は貯水槽っていう話を前のこの動画でしたと思うんですけど、簡単に言うとシステルな貯水槽っていうのは、一軒家に関しては家の中の水質がね、綺麗か綺麗じゃないかっていうのに関わるよって話をしたんですけど、この貯水槽の清掃ってね、6ヶ月に1回しなきゃいけないんですよ、綺麗に使いたかったらね。なので、まあ大体駐在員の方に限ってですけど、家賃って会社持ちだから、家賃の中にこの貯水槽の6ヶ月ごとの掃除代と、ちょっとまた別の話ですけど、踏み出し音って言って、害虫駆除ってまあ年に2回やった方がいいので、一軒やって、この料金、だから虫退治代と貯水槽掃除代を含んでくださいって頼むと、契約書にこの分入れとくと家賃に清掃代が含まれるから、私たちからお金が出なくていいと思います。実際に今私たちは契約書に書いてないので、全部実費で払ってます。結構高いんですよね。はい、次ですね、ここが大事なポイントですね、物件の改善と修繕について。まず、とにかく満足のいく物件を受け取るってことが大事。そして、まあこれ当たり前ですけど、その綺麗な状態を保って使って家を引き払うときはその状態を維持してくださいね。てか日本人みんなそれやるから大丈夫。はい、問題はちゃんと満足のいく物件を受け取ってくださいっていうこと。2、この隠れた瑕疵、隠れた欠陥、これはオーナーの責任ですよ。なのでオーナーがすべて修理代を負担してくださいねっていうのは絶対盛り込んだ方がいいです。で、3、これね、結構大事だと思うんですけど、私の今の契約書には書いてないんですけど、これね、入居後30日以内に、まあ例えば水漏れ、ガスとかいろいろ不具合が起きたら、30日以内はオーナーが修理代を負担しますよと。で、それ以降は借りてる私たちの責任になりますよと。この文章があることで、修理代がすごいはっきりするんですよ。ここまでの条件をまとめると、私たちが支払うのって、自然にポロって壊れちゃったやつ。で、それが隠れた瑕疵でなかったら、自分たちで払う。だからね、すごいわかりやすいと思う。自分たちが何を払ったらいいのか。何がオーナーマターなのか。いや、この契約書すごいね。てかこれご近所の方の契約書ね。これ素晴らしい。うん、で、これまたオプションなんですけど、この素晴らしい契約書にはこういう風に書いてあります。先ほど説明した通り、システムだとティナコっていう貯水槽と貯水タンクっていうのが一軒家にあるんですけど、これらを6ヶ月ごとに掃除してくださいってちゃんと書いてあるのよ、この契約書には。はあ、私この契約書欲しかったな。はい。で、ここがね、面白いんですけど、2ヶ月ごとに給湯器の水を抜くというのは私たちの責任ですって書いてあるんですよね。これどういうことかっていうと、うちにあるこの給湯器ね、この下の方のこのノズルの横に書いてあるんですよ。
2ヶ月に1回お湯を抜いてくださいと。これは何かというと、まあこれ別の動画でも説明しようと思うんですけど、温度センサーがですね、この蛇口付近にあるから、どうしても石灰とか細かい石が溜まると温度センサーを邪魔して温度が上がらなくなるから、2ヶ月に1回水を抜いてください。それによって貯水タンクと貯水槽がきれいに使えますよってことが書いてあるんですよ。いや、こんな素晴らしい契約書ってある？私この家に住みたかった、この契約書に。はい、次、途中契約については、まあ大体いつからいつまでの12ヶ月間が契約期間ですよって書いてある後に、まあ途中で、まあ契約を違反した場合だから離脱とかね、だから契約を途中解約する場合は、うちの場合は家賃の2ヶ月を罰金で課せられますって書いてあります。ここはね、ちゃんと見た方がいいですね。で、あともう一つが更新についてですね。更新は私の契約書だと遅くても何月何日までに、だからうちの場合は更新の2ヶ月前までに通知しなきゃいけないんですよ。で、これ何が言いたいかっていうと、これも私の友達の経験で、ある物件に住んでたんだけど、とにかく洗濯機乾燥機とかいろいろ壊れてて、これを直してくれたら更新しますっていう風に言ったらしいんですね。これは当たり前の話なんですけど、まあそうしたらですね、オーナーがなんか怒ってしまい、1週間で出ていけと。だから更新の1週間前に家をすぐ出てってくださいって言われたらしいんですね。でもこれって2ヶ月前に通知しなきゃいけないっていう契約書があれば、その友達は出ていく必要はないんですよ。ちなみに今回も、この3年目の更新ですね、うち8月6日が更新なんですけど、更新の契約が8月8日に来たんですよ。過ぎてるでしょ？過ぎてる状態で、更新のなんか手続き来たから、なんかもう不動産も適当だなと思ったんですけど、もしね、この8月6日時点で不動産が家出てってくださいって仮に私に言っても、この契約上はね、私は出なくていいことになってるので、大丈夫ってことになります。この項目は大事です。ということで、いかがだったでしょうか？スペイン語めっちゃ大変だった。はい、でもこれすごい参考になると思います。はい、というわけでここにもう一回契約書のポイントを載せときますが、まあ私の本当の願いとしては、ちょっとちゃんとしてないオーナーに対して、迅速に修理の対応をしない場合は、家賃1ヶ月返納してくださいという文が欲しいんですけど、なんかね、やっぱりね、そういうペナルティ系は、なかなか OK してくれるオーナーはいないみたいです。はい。自分に不利じゃないですか。ということで、これがロゼッタが考える完璧な契約書でございます。皆さんも何かこう契約書にこういうの書いたらいいよっていうのがありましたら、もしスペイン語も可能だったらスペイン語も書いて、日本語も書いて教えてください。ちなみにね、今の家、本当に天井がね、ずっと直ってないし、オーナーの対応が遅すぎるんで、ご近所さんから一番言われる言葉が、そのオーナーもう全然ダメだから、引っ越したって言われるんですよ。引っ越すの？と思って。結構ね、引っ越しって大変じゃないですか。まあ、物件を探すのも大変だし、引っ越しもね、自分の都合で引っ越すから、自分たちで引っ越ししなきゃいけないわけよ。費用も自分たちだしね。まあお金はかけたくないから、うちはね、大きい車借りて自分たちで運んだんですけど、とにかく私のメキシコ人の友達、そしてここのご近所さんが言う言葉は、とにかくそのオーナーはもうダメ。引っ越しなさい。なんですよ。なんでかっていうとね、ちょっと面白い話があって、ちょっとこの話したいんですけど、オーナーについて。オーナーはね、前にこの家に1年半住んだ後に、この家を出るから、まあ私たちに家を貸してくれたわけなんですけど、なんとご近所さんに聞いたら、実はこのオーナー、結構迷惑ご近所さんだったらしく、具体的に何を言いたいかっていうと、朝5時まで平日も週末もパーティーをしていると。で、爆音でうるさいから、結構ご近所さんが警察を呼んでいたと。嘘でしょと思って。一応ね、翌日に平謝りで家にごめんなさいねって来るんだけど、その翌日も普通に朝5時までパーティーをすると。これつまり何が言いたいかっていうと、このオーナーは変える気がありません。はい。自分の性格というか自分の過ちを変えるつもりはありません。つまり、私が何回も修理をお願いしても、今後も、そうだな、すっごいペナルティがない限り、多分修理のスピードは上がらないと思う。そういうこと。はい。とにかく近所の方の評判が悪かったこのオーナー、はい、というわけで私は引っ越すという決断が一番いいとは思うんですが、何せですね、我が家駐在の任期というのがですね、1月1日から12月31日という最初は2年だったんですけど、その後1年ずつ更新なんですよ。1年ずつ
だからさ、8月更新だからさ、8月に引っ越してもし5ヶ月でさ、12月にさ、引っ越すとか言われてもさ、超めんどくさいじゃないですか。だから私は我慢する。ここで我慢する。そして、引っ越したくない理由がもう一つ。ここのご近所さんが大好きすぎる。はい、めっちゃいい人、みんないい人、本当に。相談にいっぱい乗ってくれる。こんないいご近所さんを手放したくない。そういうこと。はい。というわけで次の動画では私以外の皆さん、メキシコに住んでいる皆さんがどのような不具合を体験しているのかちょっとシェアしていきたいと思います。